小川紗良は日本の俳優、映画監督、文筆家、東京都出身、早稲田大学文化構想学部卒業、都立高校生の時に雑誌、HR の専属モデルになり芸能界へ、また同じ頃、高校行事のドキュメンタリーを撮ったことをきっかけに映像制作を始める、俳優、映画監督、文筆家として活動している、俳優として、 初主演映画、イノセント15はテアトル新宿、アップリンク渋谷で異例のロングラン上映され、海外の映画祭にも出品された。また2018年公開の主演映画、聖なるものは、プチョン国際ファンタスティック映画祭、長編コンペティション部門で審査員特別賞を受賞した。映画監督として、早稲田大学在学中に作った初の短編監督作、朝露、 二作目、ベアトピア、三作目、最後の星が、夕張国際ファンタスティック映画祭にて3年連続で上映された。最後の星は、第40回ピアフィルムフェスティバルコンペティション部門、PFF アワード2018に入選。早稲田大学で教鞭を取る小れ枝裕和監督の文科生でもあった。大学卒業後に手掛けた初の長編監督作、海辺の金魚は、 第22回韓国、全州、国際映画祭インターナショナルコンペティション部門など、海外の映画祭にも正式招待された。文筆家として、映画監督作を自ら小説化した、連作短編集、海辺の金魚をポプラ社より刊行した。ありがとうございます。